どうも、石川です。はい、これより登録販売者過去問解説講座を始めていきたいと思います。こちらの講座では、南関東ブロックの東京、神奈川、千葉、埼玉の2020年度問11から問20までの過去問について解説をしていきます。過去問題に関しては、下の概要欄からダウンロードできるようにしておりますので、ぜひぜひご利用いただきたいと思います。はい、それでは早速始めていきましょう。問11番です。妊婦または妊娠していると思われる女性及び母乳を与える女性の医薬品の使用に関する次の記述の正誤について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは3番が正解となります。 A、B、C、D 全部正解ですね。 A はどうでしょうか。便秘薬、流産、早産を誘発する恐れがありますので気をつけなければなりません。それからですね、B、ビタミン A 含有製剤に関してもこれ胎児に1000点以上起こす危険性がありますので、このあたり第3章にもつながってきます。ありましたね。上限がどのぐらいなのか。それから、あとは、どのぐらいに行くと、このようにですね、1000点以上起こしたのか。というところ大丈夫でしょうか。上限は4000国際単位でしたよね。それから、あとは1万国際単位になりますと、1000点以上起こす、危険性がありましたので、そんなところを特に気をつけていただきたいと思います。はい。あとはビタミン A に関しては、あとは別名とかもありましたよね。ちゃんと覚えておりますでしょうか。レチノールとかありましたので、そのあたりもしっかりと忘れないようにしておいてくださいね。はい。では、その後、B に関しては大丈夫ですね。そして C、D もこれ正解となりますので、全部正解の3番が正解となりました。では次行きましょう。問12番です。プラセボ効果に関する次の記述の正誤について正しい組み合わせはどれかということで、はい。こちら答えは4番が正解となります。A は誤りですね。プラセボ効果とは医薬品を使用したとき、結果的または偶発的に薬理作用を生じることを言いますよとあるんですが、これ違いますね。薬理作用によらない作用を生じることをプラセボ効果というふうに言っておりましたので、この辺もう一度確認していきましょう。それから B ですけど、プラセボ効果によってもたらされる反応や変化には望ましいものだけであり、不都合なものはないですよとありますけど、不都合なことも生じることがありますので、B は誤りとなります。それから C、プラセボ効果は時間経過による自然発生的な変化は関係していないと考えられてありますということで、これ、関与してきますので、C は誤りとなります。そして D は正解。ということで、4番が正解となりました。はい、では次行きましょう。問13番です。医薬品の品質に関する次の記述の正誤について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは5番が正解となります。 A なんですけど、医薬品は適切な保管陳列がなされない場合、人体に好ましくない作用をもたらす物質を生じることはないが、効き目が低下する恐れはありますよとあるんですけど、ですね、人体に好ましくない作用をもたらす物質を生じることもありますので、なので、効き目がもちろん低下することもありますので、このあたり A は誤りとなります。それから B ですけど、医薬品は高温や多湿によって品質の劣化を起こしやすいものが多いが、光による劣化はないよとありますけど、劣化がありますので、B は誤り。はい、そして C は正解となりますので、答えは5番が正解となりました。大丈夫でしょうか。では次行きますよ。はい、では、問14番です。一般用医薬品の販売時における情報提供に関する次の記述の正誤について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは3番、全部正解となります。大丈夫でしょうか。このあたりもですね、一度読んでいただいて引っかかったところはですね、しっかりと復習していきましょう。はい、じゃあ次行きましょう。問15番です。一般用医薬品の販売などに従事する専門家が購入者から確認しておきたい事項に関する次の記述の正誤について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちらも全部正解ですね。1番が正解となります。はい、ということで、確認しておきたいことですね、いろいろ A、B、C、D、いろいろあります。この他にもいろいろありますので、しっかりとですね、どういったことを確認しなくちゃいけないのかというところをですね、もう一度、復習しておきましょう。はい、では次行きましょう。問16番です。一般用医薬品の販売時におけるコミュニケーション
および情報提供に関する次の記述の正誤について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは5番が正解となります。 A のみが違いますね。特に販売時にコミュニケーションしっかりと取ってくださいね。なので今回ここもですね、意識が、購入者側にですね、 A ですね、購入者側に情報提供を受けようとする意識が乏しい場合は、情報提供を行うためのコミュニケーションを図る必要はない、そんなことありません、しっかりと取ってあげてください。じゃないと何かお薬で、不都合なこと出てしまうことがありますので、必ずですね、取っていただきたいなというところが本音ですね。はい、ということで A は誤り、そして B、C、D は正解となりますので、5番が正解となります。はい、では次行きましょう。問い17番です。サリドマイド及びサリドマイド訴訟に関する次の記述の正誤について正しい組み合わせはどれかということで、来ましたね。ここからですね、訴訟問題が出てきました。特に訴訟に関する問題はですね、たくさん出てきますので、しっかりと引っ掛け問題もありますので確認していきましょうね。はい、ということで答えはですね、1番が正解となります。まずサリドマイド訴訟に関しては、ホワイトボードにもちょっとまとめ、簡単にまとめさせていただきました。サリドマイド製剤、サリドマイド訴訟なのでサリドマイド製剤です。で、サリドマイド製剤っていうのは、催眠鎮静剤として使われていました。で、化学的な構造で R 体と S 体というふうに分けることができました。光学異性体というものなんですけど、で、そんな R 体には、鎮静作用、催眠鎮静作用がありまして、そして S 体には血管新生を妨げる働きがあります。血管新生っていうのは新しく生まれる血管を妨げるって書いてありますので、血管っていうのは細胞に酸素栄養を送ったりとか、二酸化炭素老廃物を回収したりとかっていう役目がありますので、その血管が作られないってことは、細胞に酸素栄養が運ばれないので細胞が増殖していきません。なので、生まれてきた赤ちゃんに手足がないというような、状態になってしまったというところでは、この S 体血管新生を妨げるという働きがあります。はい、ということでこちらが副作用につながってくるのがこのサリドマイド製剤でしたけど、まあ、そんな基礎的な知識を、まず簡単に確認していただきまして、 A 見ていただくと、妊娠している女性がサリドマイド製剤を使用したことによって出生時に四肢欠損、あとは耳の障害などの1000点以上が発生したことに対する損害賠償訴訟になりますので A は正解。それから B、 サリドマイドの光学異性体のうち R 体のサリドマイドを分離して製剤化しても再形成は避けられない、なんでというところでは、 R 体という形に分離しても体の中に S 体に変わってしまったりということがありますので、分離することは厳しいよというところになっております。なので B は正解。そして C です。1961年、11月に、西ドイツのレンツ博士がですね、サリドマイド製剤の再起形成について警告を発して、そして、ドイツの西ドイツの当時の西ドイツは製品の回収とかね、行われたんですけど、日本では同年中に速やかにではなく、だいたい約1年後ぐらいにですね、回収の措置が行われたので、この対応の遅さっていうのも問題視されました。なので同年中に速やかではありません。なので C は誤りでしたね。はい、ということで答えは1番が正解となります。はい、では次行きましょう。問い18番です。スモン及びスモン訴訟に関する次の記述の正誤について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは5番が正解となります。 A、B 大丈夫でしょうか。まずはスモン訴訟、前のホワイトボードで簡単に確認していきましょう。スモン訴訟に関してはキノホルム製剤です。スモン製剤ではございません。で、成長剤として使われていた胃腸薬ですね、お腹のところで使っていきました。そして副作用として亜急性脊髄視神経症という症状、この英語名の頭文字を取ってスモンという名前がついております。なので、脊髄がやられてくるんですよ。脊髄っていうのは、背骨のところですね、背骨のところにですね、ある、神経になりますので、なのでこう上から背骨のところを沿ってずっとあります。なので、特に胃腸薬で使われてましたので、お腹のあたりですね、この背中のあたり、このあたりのところからですね、特に要は脊髄の下の方のところからちょっと障害が出てくるんですよ。なので下半身のしびれとか、出てきます。ただ成長剤なので、まずお腹の最初作用が出てきます。腹部膨満感とか、
そういった症状が出てきまして、そして、脊髄がやられてきて下半身がしびれてきたりとかということが出てきます。そして脊髄は上半身の方にもありますので、上半身のしびれとか、そして視神経症なので目の神経のところが、障害が出てくると、最悪失明に至ってしまうという、そんなのが、こちらの、スモン訴訟で起きた、問題となりました。はい、ということで、そのあたり A は正解、そして B も正解ですね。そして C、 スモンはその症状として、激しい腹痛を伴う下痢、そして下半身のしびれ、歩行困難が現れ、そして麻痺は上半身に広がることはない、いや上半身も出てきてしまったので、結構大変なんです。なので C は誤りです、上半身も出てきますので、はい、そして D は正解ということで、答えは5番が正解となりました。はい、では次行きましょう。問い19番です。 HIV 訴訟に関する次の記述について、カッコ内に入れるべき軸の正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは3番が正解となります。HIV に関しては血液凝固因子製剤と呼ばれるもの、血を固める働きがあるものですね、これをですね、血小、血液の血小からですね作り上げました。で、誰に投与したかというと、血友病患者さん。血友病というのは先天的に血液を固める物質がほとんどない方です。その方がですね、血を固める物質がほとんどないので、ちょっと血出ちゃいましたって言ったら血が止まんなくなってしまったりするにします。で、そういった方に対して、じゃあ血を固める物質を体に入れてあげればいいじゃないかというところだったんですが、その血小、血液の中にですね、HIVというウイルスがですね混入したことによって起きた問題となっております。はい、ということで、そのあたりですねもう一度確認していただき、そして、被告、誰が被告になったのかということで、国とか製薬企業がですね被告となって訴えられちゃいましたので、このあたりのところですね答えは3番となりますので大丈夫でしょうか。はい、そして最後問い20番です。クロイツフェルト薬物病 CJD および CJD 訴訟に関する次の記述の成功について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは1番が正解となります。A なんですが、その前にですね、まず CJD 見ていきましょう。CJD というのは、ヒト乾燥硬膜という、ヒト由来のものです。その、硬膜という膜ですね。こちらを脳外科手術に使ったんですが、ただ、これ移植したことによって、このヒト乾燥硬膜の処理がまだちょっとあんまり不十分だったんですね。そうすることによって、プリオンと呼ばれる、タンパク質の一種がですね、これが原因となってしまって、神経の難病、ね、特に脳のですね、難病になってしまったというところでは、ここ、ですね、あの死に至るあのことがありましたので、なので、そのあたりのところの基礎知識をつけながら見ていきたいと思います。はい、ということでまず A なんですけど、 CJD 訴訟は、脳外科手術などに用いられていた牛乾燥硬膜ではなく人乾燥硬膜、人由来のものになりますので A は誤り、そして BCJD はタンパク質の一種であるプリオンが原因となりますので B は正解。そして C、CJD は、次第に認知症に類似した症状が現れる神経難病です。そして死に至ることはないとあるんですけど、死に至ることがありますので、C は誤り。そして D は正解となりますので、この CJD、人由来のものなので、生物由来製品です。ちなみに HIV もですね、この血液凝固因子製剤、生物由来製品となってきますので、そのようなところではですね、D はこれは正解となります。ということで、問い20は1番が正解となりました。はい、特に最後の4つの訴訟問題、このあたりはよく出てきますので、しっかりとですね、復習しておいていただきたいと思います。はい、ということでここまで動画がいいなと思っていただいた方はですね、ぜひ下の概要欄に LINE アットなどの ID 入れておりますので、質問など受け付けております。無料ですので、ぜひぜひご利用いただきたいと思います。はい、それでは本日も動画を見ていただきまして、誠にありがとうございました。